つもゴミ拾いしてる人。やっぱりいたということ。それはね、日本のおもてなしは、ちっちゃな建物を作って、で、本当はあれはね、その人のためだけに、そのためにして、ね、まあ大体残るけど、じゃあ四畳半っていうのは説の基本で、はい、で四畳半にして持ち上げて、それでパネルで作る。特徴としては椅子だってことですか？椅子は流麗、まあ、流麗というところじゃ、まあ、テーブルですよ、はいはい、巨大なテーブルでやる。あのね、競馬場の芝生をやってる。競馬場の芝生ってものすごくまぶさいんだって、もう剥がれるのはいいんだけど、1週間後にやるとき、その穴が治ってないときもやるって、そういうのは非常に難しくて、これとね、もう一個ね、競馬場ってさ、雨降ったらさ、水が抜けないって知ってた。あ、そうなんですか。で、まったらに作るんだって。で、まったらに作って、そこにこう下に缶を入れてんだって、給水ので。それはね、よく知られてることだけど、すぐ詰まるの。はいはいはい。それで水が抜けない。それで、それ野球場もそうよ、甲子園とかいうの。土が悪いんだって。で彼の土はその水が早く抜ける状態に下ができるらしくて、それで競馬場で使ってるらしい。 もちろん私は初めて。他でもちょっと使ってますけどね。一番よく使ってたクマの壁に貼るわけですね。壁に貼る。それは全然問題なく、なんかペチャペチャってやって済んじゃう。あ、そうですか。本当だなと思ってんだけど。壁を作って、そう、ね、でだってさ、崖にさ、オーバーハンガーで塗って大丈夫よ。その芝ですか。うん、土と一緒に、ね、よく落ちねえな。見晴らしのことなんですか。うん、やっぱね、そうですよね、高さが私は好きなんですよね。それともう一個は、茶室って別世界性が必要なんですよ。やっぱ高さが必要で、高いところにこう暗い中上がって行ってみるとやっぱ景色違ってるんです。これはあの高すぎやんで経験して、はいはい、あれはね、あの効果は茶室のもともと二重の内の効果です。こう狭いとこから入ることで、そうそう、効果って何ですか。大きいですよ、額縁の効果。あの額縁の外でちょっと普通の人たちとこう上から見ただけで景色が違って見えるんです。それって表面に見える。で、見ると周りの小汚い庭の景色が消えるという。あ、そうですね。今とても向こう不思議でしょうね。ここにもない歴史建築士の中にないでしょうね。まあここだ、ここでまあ茶室って茶室自体はね、あるけど、こういう茶室はないですよね。
そうしてないですよね。フィルタージャイスってさ、新鮮ではないのよね。新鮮ではない。うん、京都行くといっぱいあるっていう今更という感じなんだよね。それともう一個ね、あの正統派の茶室を見せるとね、みんなあ日本だと思ってそこで止まるんだよ。うん、はい、それ嫌なのね。あ、そうなんですか。それはね、藤山桜と同じなの。だって藤山見せときゃみんながまとってんだからさ、だから藤山経営者段階でまだ変わってないんですよ。あれはつくか、それはやめたい。いや、本物の写真作っちゃうとそうなるかな。なんか、あれもそれ多いんだろう。というかは、今の、そうそう、そういうことかな。ぜひ、そう、それが一番。だから私が、障子とか竹を使わないやつ、畳も使わないし、障子と竹使うと、ああ、日本だね。で、タウトが、竹と装飾本なんですよ。俺は日本のデザイナーたちがみんな嫌がったのね。タウトまで藤山芸者だっていう。タウトから見るとさ、こんな面白いのないと思うんだけど、それはちょっと独特なあれだよね、落差ですよね。ないよ。ゼネコンが作るあの変なあの鉄骨にガーッと立てるような、ああいういかにもありふれた未来図だけですよ。私のね、体験で言うとね、あのやっぱあれですよ、アーキフラムが最後です。そういう本当の夢をちゃんと都市計画の夢を出したの。それ以降は全部だいたい超高層のなんか作ってガン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 やるっていう、もうだいたい建設会社、建設会社と大手事務所の想像力しか出てない。でやはり建築家たちがそういう投資に対する想像力をもうできなくなってきてるんじゃないかな。考えるって言っても考えれないんじゃないか、おそらくきっと考えられないな、ね、あのね、基本的にはね、上場投資に近い状態にない中はなってくる。もうとりあえず立ち上がりが真ん中へ。まあただ郊外住宅地ってものの場合非常に大きい。ヨーロッパの場合はね、ないんです、郊外住宅。それは違います。中は立ち上がって。ある高さまで止まらないんじゃないかと思って、ね、あの辺からですよ、ずっとね、規制感は。そうするんですけど、学校さんに。そうそう、ダーッと山線沿いというね。遠くから見るなんかこう。そうそう、上壁都市みたいな。上壁じゃないけれども上壁都市。そうそうそう。なるんではないかと。わかんないし。いや、だいたいね、最初のうちは結構分かってるんで、法律も最初のうちはね結構ちゃんとしてるんだけど、だん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 なんか緩くなる。あのすぐそれ思ったのはね、あの銀座の向こうの電通の辺が超高層のミニ開発になってるでしょ。汐留の辺りあの超高層作るときに、ああいう超高層のミニ開発を避けるために公開空地っていうことを強く言ったの。要するにある必ず大きくしたら前にみんなが入れる場所を取れっていう。もうあれあそこではね、あの公開空地どうしたのか分かりませんけど、もうないに等しいんだよね。であれは非常にまずいと思った。あの日本の超高層っていうのはニューヨークとどこが違うかっていうと、超高層と超高層の間が空いてるんですよ。ニューヨークは完全にこうピーッとやってて、日本の場合は公開空地を取りなさいってことで必ず空いてるんだよ。この辺の渋谷の子だけど、でかい横にはこうちょこちょこたい。それがなぜかあの時はどういうことか知りません。なんか規制緩和をしたのかもしれないけど。
Thank you.